田だから笹だけど、これが来年のクリスマスになったらきっと僕は大きなもみの木を担いで出てこなきゃいけなくなります。で、今から体鍛えとかないと大変ですよ。でもね、クリスマスが過ぎたら来年のイースターには生卵1個持って出てくればいいわけですから、だいぶ楽でございます。はい、ということで冗談はさておき、ただいま東京ディズニーランドではディズニー七夕デイズを開催しております。あちらワールドバザールの中央には、笹や吹き流しをあしらったウィッシングプレイスという場所をご用意いたしました。このウィッシングプレイスにはミッキーや仲間たちの願い事を書いた短冊が結びつけられています。そして皆さん自身もこちらウィッシングカードに願い事を書いて結びつけることができるんですよ。さあさあ、2人はどんな願い事を書けるのかな。なになに、早く腰痛が治りますように。もうちょっとこう夢とかさあるだろう。頑張れよ、その夢が叶うことを祈ってるよ、本当に。さあ、というわけで冗談はさておき、でこのミシンカード、浴衣を着ているキャストが配布してますんで、ぜひこの機会に願いをかけていってください。このイベント、もちろん7月7日七夕の日までの限定イベントですので、今日この時しか楽しめません。ぜひ楽しんでいってください。はい、ということでディズニー七夕デイズご紹介でした。ありがとうございます。さあ、続いては音楽のご紹介です。曲は不思議な国のアリスよりアンバースデーソング。この曲はアンバースデー、特にお誕生日でも何でもない日、おめでとうという曲ですよ。重症になってしまっても大変ですので、皆さんお手元にドリンクをお持ちの方は出していただいて乾杯しましょう。さあ、ご用意よろしいですか。蓋を開けていただいて、お、結構今日は皆さん乗ってきてくれますね。ありがとうございます。いいかな、蓋を取っていけるかな。はい、それでは参りましょう。せーの、乾杯。Thank you.
不自由を働く乱暴者や暴行というよりはむしろわんぱくないたずらっ子といった陽気な一面です。キャプテンジャック・スパロウ、キャプテン・バルボッサ、伝説の海の魔物デイビー・ジョーンズの話などと混ざり合い、現在のカリブの海賊となっています。ありがとうございました。はい、今ご紹介しましたカリブの海賊はワールドバザーから流れ左方向アドベンチャーランドにありますよということで、よかったら足を運んでみてください。それでは今日はこの辺で、皆さん今日一日夢と魔法の王国東京ディズニーランドで素敵なひとときをお過ごしください。お送りしたのはジップズームガイドツアーでした。それでは皆さん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。楽しみにしてね。いってらっしゃい。お誕生日おめでとうございます。楽しんでいってくださいね。びっくりした。振り返ったら足がここにあったらびっくりしたよ。言っといて、ドキドキするから。いってらっしゃい。